ストリートファイターのね、もうワールドモード、あれはやばいね、多分。あれ、ちょっと、俺、引いちゃったもん。こんこまでやるかと。多分、カプコン側も、要は、まあ、こんなこと言うのもあれだけど、一人用が弱いんじゃねえかって思ってたんじゃねえのって。なるほど。なるほど、なるほど。ストーリーモードも楽しいんだけども、じゃあもう行くとこまで行きましょうよっていう話し合いになったんじゃねえのっていうぐらい、もう一人用モードがとてつもなく面白くし、もう、なんつうんだろう、コンテンツが多すぎるし、あと、なんつうんだろう、あれのすごいのが、なんかミニゲームがたくさん入ってるんですよ。そのワールドモードの中にミニゲームがたくさん入ってて、全然その格闘ゲーム関係ないミニゲームなんですけど、よくよく考えてみたら、あれ、これ対空の練習になってるなとか、あ、これタメ打ちガイルとかのタメキャラの技になってるなとか、しれっと練習になってるんですよ、他のミニゲームが。だから初心者がやってたら、知らぬ間に格闘ゲームやってないのに上手くなってるみたいなシステム作ってきてて、わ、考えたなって思ったね。うん。だからマジで初心者は6からでいいっていう感じになったかも。逆に言うと5、4はもうちょっと敷居高いかもね。あれがあったら、6があったら。だから逆に言うと6やってからやってみてもいいかもしれない。うん。多分6、今回の6は、ストリートファイター始める人用にだいぶなってる気がする。うん。いやー、すごいよ。モダンスタイルでやるともうボタン一つで出るし、あれ、しかも、うん、めちゃめちゃ強い。うん。で、かといって、じゃあ、モダンタイプが簡単すぎて嫌になるかって言ったら、そんなことない。ちゃんと駆け引きがあるから、そもそも。うん。で、やっぱ思ったのはね、恐ろしいことしてくるなって思うモードが1個あるんで。ちょっとそれは言えないわ。忘れてた。忘れてました。うん。言えないんですけども、すごい要素が1個あるんで。はい。はい、まだまだ動画続きます。はい。いや、だからもう、皆さん、うん。ちょっと引き続き動画を見て、ね。もし興味があるんだったら、ちょっとやってみてくださいね。